3月13日と14日、東田町にある浜松まちづくりセンターで、浜松まちづくりセンター祭りが行われました。今回が2回目となるこの祭りには、まちづくり活動を行っている市民グループが参加。日頃の活動成果の発表や展示が行われました。子育てセミナーでは、浜松市の認定家庭教育教師である彦坂さんが、親子のコミュニケーションをテーマについて語りました。町の色を見てみようというワークショップでは、22人の市民が参加。実際に町に出て、建物に使われている色を調査しました。それは色彩の意識を高めてもらうのと同時に、町の景観について学んでもらおうと開催されたもので、色によってもたらされる感情の違いなども合わせて学びました。よもやま会議では14の団体が日頃の活動の成果を発表。町づくりや男女参画社会などのテーマについて熱心に語られました。また大人ばかりでなく子どもたちも楽しめるイベントがたくさん行われました。こちらは積み木で町づくりと題して、子どもたちの豊かな発想で町づくりをしました。太陽の当たり方なども考えながら、高い建物や低い建物をバランスよく配置していきました。こちらでは段ボールを使って部屋を作っていきました。これは緊急避難所でプライバシーを守るために考え出されたもので、子どもたちは家族構成などを考えながら楽しく部屋を配置していました。同じく段ボールを使って、こちらでは F1 カーやロボットなどを組み立てるコーナー。子どもたちはものづくりの楽しさを味わっているようでした。その他にもバルーンアートや CD を使ってオブジェを作ったり、歌や踊りがあったりと楽しい2日間でした。浜松まちづくりセンターでは、こうした祭りやイベントを通し、これからも市民や市民グループのまちづくりを応援していきます。